サンドブラストもしくは砂吹きとは、ショットブラストの一種で、表面に砂などの研磨剤を吹き付ける加工法のことで、ある。工業的技術。1870年、船舶用のサビ取り用として、アメリカ合衆国のティルマンにより考案された。フルカバーの保護具を着用し、サンドブラストの作業をする、ヨースサンドブラスト用のディーゼルエンジンコンプレッサー。 主にコンプレッサーによる圧縮空気に研磨剤を混ぜて吹き付けるが、細かい部品を加工する際には、より大量の研磨剤を効率よく吹き付けるためにサンドブラスターという作業箱の中で加工する。サンドブラストのサンドとは砂を意味するが、もともとは砂が風で飛び、すれて岩などが削れてゆく様を見て発明されたという説がある。錆取り、塗装剥がし、下地処理のほか。 近年では、カイロ、IC、電子、電気等の部品、配線加工などで使われる。また、鋳物、陶磁器、ガラス工芸品、石材などに、表面処理、装飾、彫刻を施すためにも用いられる。大型加工では、古いオートバイのエンジンブロックを丸ごとサンドブラストにかけ、新車当時の輝きを取り戻すサービスを提供する、強者も存在する。 サンドブラストに使われる砂には、もともとは、ケイサなどが多用されていたが、近年は、アルミナや、ガラスビーズなどが多く使用されている。他にナイロンなどの樹脂系やクルミの殻や桃の種などの植物系もあり、用途も多様化している。また、サンドブラストは削ったり叩き落とす用途が最も多いが、近年では磨きに使われることもある。ガラス工芸としては、表面彫刻。 加食の方法や加工後のすりガラス状態等が化学腐食のエッチングに似ていることから20世紀になって用いられ出した。文字や絵柄を残したい部分のみマスキングを外しサンドブラストを行うと対象部分がすりガラスとなって残る。グラスのような記念品等の内出等でも利用される。近年は従来のフッ酸混合液による腐食と比べて安全性、生産性に優れ、 設備の小型化も進んだことから個人でも導入可能な簡易性、加工性等もあり、サンドブラスト加工の品もエッチングと呼称され、ガラス工房や作家において普及している。ガラスエッチングと表記されることも多いが、エミールガレ等のそれとは、歴史的にも技術的にも全くの別工法である。石材加工にも応用されており、墓石の文字入れは、掘らない表面を、 ゴムシートで覆い、パソコン上でデザインした文字の部分だけシートをレーザーカッターなどで切り抜き、サンドブラストによって行うのが主流となっている。ありがとうございます。